自民党の4分の1が泥棒なんですよ。だってそうでしょ、裏金猫ババしてきたわけだから。その泥棒たちが法律を作ってみたいなことが先の国会で数十本の法律通してるって狂ってますよ、そんな国。先の通常国会の時に裏金問題が最初にバーンって出て、いろいろね、もう、なんでしょう、大きく大火事になってる時に、もう自民党はどの議員もみんないい人になってました。あ、お疲れ様です、みたいな。いや、普段言えへんやん、そんな、みたいな。むちゃくちゃいい人なんですよ、みんな。で、国会が進んでいって、150日間開かれる通常国会で。で、だんだん態度が変わってきて、最後の方になって、いつものあいつらになってるんです。偉そうな。まだ言うんか、お前ら裏金のことみたいな態度なんですよ。えぐいですね。はい、すいません。YouTube なんかで太郎さんのあの質問のやついろいろ見させてもらってるんですけど、今自民党さんとか民主党さんであの代表選やってますけども、今回の裏金とかに絡んで、現役の国会議員である太郎さん、政治家のあの劣化についてどのような考えを持っているのか。例えばさっきも出てましたけど、裏金でなんか脱税しても逮捕もされない、なんで正しいってことができないのかっていうのがすんごい不思議に感じるんですよ。で、なんか政治には汚れたなんかも必要だとは言いますけども、本当にそうなんですかね。ちょっと太郎さんの考えお聞かせ願いたいんですけども。ありがとうございます。まあ、自民党がこれだけずっと強いっていう状況ですね。もう事実上の自民党一強でずっと来てるじゃないですか。どうしてそこまで強いのかって言ったら、いろんな理由があると思うんですけど、まずはやっぱりちゃんと、なんだろうな、自分たちの支持を固め続けてきてるってことですね。で、それを継承し続けていってるってことですよ。次の代、次の代に。で、それを結ぶものは何ですかさ、金ですよ、やっぱり。金と仕事。金か仕事か。自民党政権が続けば、多少減ったとしても、お金は回ってくるだろうと、仕事は回ってくるだろうっていうことで、つながりをずっと維持していくわけですよね。で、例えばですけれど、自民党とものすごく根が深いつながりを持ってるって言ったら、どんな業界だって皆さん想像しますか？例えばどんな業界あると頭の中で考えますか？その中に土木とかっていうものって何となくイメージできますか？公共事業とかですね、そういったもの。でもこれ大きな間違いで、公共事業に対して大々的にお金を出していた、そんな時期があったんだけど、それも半減以下なんですよ。今も半減されちゃったぐらい。つまり何かって言ったら、自民党を支持していたのに、そういった公共事業がどんどん減らされていって、で、全国的にいろんな、そういう土木事業者が潰れていくっていうようなことが起こっちゃってるってことです。どれぐらい減らしてるかってことなんですけど、橋流の時代、橋本龍太郎の時代から小泉、親父の時代までですね、どれぐらい減らされてるかって言ったら、これ48兆円あったものが27兆円まで減っちゃってるんです。すごい額でしょ。事実上10年で半分にされちゃってる。グラフで見るとこんな感じなんです。で、民主党とかっていうようなものたちがいましたね。で、彼らは、事業仕分けみたいなことを言ってました。無駄なものを、これどんどん削ってってお金にしようみたいなことを言ってたんですけれど、奴らがやったのは 2,3 兆円程度なんです。それよりももっと描く48兆から27兆までどんどん削ってったのは自民党なんですよ。国土強靭化って言いながらですよ。ひどくないですか？いや、でも公共事業って良くないやんかって思っちゃったり言っちゃったりする人いると思うんですけど、これって質の問題でしょ？内容の問題じゃないですか？歩道のバリアフリー化は？これ公共事業でしょ？橋は？トンネルは？これ必要なものでしょ？でももう今や昔作った橋、道路、トンネルなどは耐用年数を大きく、これも超えてしまってて、もう修繕すぐにでもしなきゃいけないというものが山ほどあるってことですよ。先日報道でも流れてましたけれども、すでにもう補修しなければならないものが1万以上これ放置されてしまってるんです。橋。怖いね。落ちるかもしれんよ、南岸時にっていう。昔に笹子トンネルっていうのが崩落した。そんなこともありましたよね。だから今こそこういった、当然災害、これだけ多発してる。で、それ以外にも、もともと作ってたいろんなインフラを支えるための公共事業をやっていかなきゃいけないのに、それを担える事業者も圧倒的に少なくなっちゃってる。一番困るのが災害起こった時。災害起こった時に、じゃあ地元の業者に頼もうと思っても、地元の業者が多く潰れてたら、
残ったところだけでみんなを受け持てるわけないんだから、ずーっと町になっちゃうんですよね。そんなことが起こってしまってる議員は何かって言ったら、自民党の一番癒着してんじゃないのってみんなが疑ってたところさえも、こんな冷たく、切り捨てられてるような状況なんですよね。こんな状況が普通にあるってことです。で、話はまた変わりますけれども、その自民党、そうは言ったとしても、これだけ減らされたとしても、やっぱりつながってないとダメなんだ、自民党と。ということで、なかなか、自民党支持以外は考えられないって人たちもいると思うんですよ。仕事もらってるからとか、お金もらってるからとか、場所によっては何か、集まりに行ってお弁当出されたけど、そのお弁当の、下に1万円引かれてたとか、数千円入ってたっていうこと聞いたことありますからね。これ一番簡単な賠償方法ですね、これね。自民党を応援してください。お弁当の下に入ってありますからね。私からの気持ちが、みたいな。今日皆さんのお金の際に、そちらの出口の方でお金、現金配りますんで、つったら、いや、山本太郎なかなかいいやないかっていう人もいる、言いますよね。多分そういう人出てきますよね。やりませんよ、それはね。だから、絶対にやっちゃいけないんだけれども、そういうことを普通に行われてるんでしょう。裏金をそんだけ作ってっていうことで、その金の行き先はどこになるんだって言ったら、やっぱり自分が大臣になりたいってことで、周りにお金配ったりとか、それだけじゃなくて有権者の力ある人たちに対してお金を配ったり、手伝ってくれる地方議員に対して活動費として出したりとか、とにかく金がいるのが選挙なんだ。自分が議員になるためにはそれは重要なんだってことがずっと続いてきたから、こんなことになっちゃってるんですね。だからもう、なんだろうな、自分の選挙区は選挙のたびに変えられてしまうっていうような抽選式にしたらどうですか。今回は、あ、宮城4区みたいな、俺沖縄1区やったのにみたいな、手の打ちようがないですね、こうなったらね。例えばそういうようなですね、やり方であるとか、まあこれはもうすぐにとかそんなことは無理ですけれども、まずはその政治に対してクリーンにしていくというようなことは絶対的に必要なんだろうと。でもそれでも数千万円もの猫ババをやり続けてきたっていうのは、それが許されてきたっていうか、それが当たり前なんだっていう認識のもとに行われてきたからですよね。それをけしからんってマスコミとか全国が騒いでることに、逆に自民党議員たちはびっくりしてると思いますよ。え、なん普通やんこんなんみたいな、何騒いでるんですか皆さんみたいなこと本当は言いたいんでしょうね。ね、本当に。まあおそらく私たちがそんなことやってしまってたら一発アウトですよ。でも彼らはアウトどころか政府の連続なんですね。すごくないですかね。政倫審を開こう、その裏金についていろんなことを話し、海を出していくために政倫審を開きますみたいなこと言ってるんですけど、本人がやりたくないって言えば出なくてもいいみたいなね。だからどこまで行っても甘いっていう、この政治と金の問題を追求していくための国会だっつって、先の通常国会ね、能登半島を無視したままずっとやり続けたわけですけれども、結果どうなりましたかって言ったら、より裏金が作れるっていう、そんな法律が出来上がっちゃったっていうね。二階さんみたいな50億みたいな金をみんなにばらまいていくみたいな金あったっていう政策活動費的なものも、これはもうその使い道に関しては10年間これは公表しなくていいみたいな、素晴らしいですね、悪い奴らにとったらね。で、10年つったら何なんだって言ったら、そういったことでもしも、アウト、何かこう犯罪的なことがあったとしても、もう時効を超えてるみたいなね、どこまで行っても奴らだけ安全みたいな、そんな法律が通っちゃってる国会をまともに対応するなんて無理ですよ。自民党の4分の1が泥棒なんですよ、強盗なんですよ。だってそうでしょ、裏金猫ババしてきたわけだから、その泥棒たちが法律を作ってみたいなことが、先の国会で数十本の法律通してるって狂ってますよ。そんな国、どの国においても泥棒が法律を好きに作れるなんてことはありえないでしょ、建前として。でもこの国では普通に起こっちゃうっていう、東洋の七不思議のうちの一つなんじゃないですかね。まあだからこういったことを許さないぞということを、なんだろうな、政治の場にしっかりと、形にさせていけることができるのは誰なのかっつったら、これはやっぱりこの国のオーナーなんですよ。この国のオーナーっていうのは有権者の皆さんだってことです。おい何やってんねんっていう、俺たちは忘れてないぞ、もう終わったことにしようとしますからね。先の通常国会の時に裏金問題が最初にバーンって出て、いろいろね、もう、なんでしょう、大きく大火事になってる時に、もう自民党はどの議員も みんないい人になってました。廊下ですれ違う時とかも、
あ、お疲れ様です、みたいな。いや、普段言えへんやん、そんな、みたいな。むちゃくちゃいい人なんですよ、みんな。で、国会が進んでいって、150日間開かれる通常国会で。で、だんだん態度が変わってきて、最後の方になって、いつものあいつらになってるんです。偉そうな。で、まだ言うんか、お前ら裏金のことを、みたいな態度なんですよ。えぐいですね。まあ、そのようなことで、今もう腐り切った、もうこの国終わってんなっていう状況が、もう日々皆さんの目の中に飛び込む永田町のニュースだと思うんですけれども、この状態はでも終わってるっていうふうにできないんですね。終わらせられない。だとするならば、ここは、一番の権力者である、この国に生きる人々、有権者たちが政治に対してしっかりと無知を与えていくということが必要なんだろうというふうに思います。はい。すいません。ばっくりした答えで申し訳ございません。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。